亡命香港民主派の家族が連行されるイギリス巻き添えは容認できない香港の外貨準備高が6年ぶりの低水準通貨スワップ協定で香港の貯蓄が空に NATO 首脳会議の共同声明中国共産党の野心を非難する 力が焦り出し中国共産党の高官に対して各家庭から一人ずつ想定を出して決死隊を設立し台湾を攻撃するよう呼びかける各位观众大家好今日七月十三日星期四欢迎收看疫情最前線我是 Zack 香港警察は7月11日海外に亡命した民主活動家ネイサン・ロー氏の家族の自宅を捜索し両親と兄を連行してラッシュを経済的に支援しているかどうか調べましたラッシュは香港国家安全法国安法の導入により2020年6月に解散に追い込まれた政党香港州市の党主席を務めていました レ氏は SNS 上で最近の香港警察の一連の捜査について私は確信を持って言えるのは関係者と私の間に金銭的な取引は一切なく私の仕事は彼らとは無関係であり支援という言い方は全く根拠がないと反論しましたロウ氏は2020年8月に香港の家族との関係を公に断ち2年前にイギリスで政治的庇護を獲得しました イギリス下院外交委員会の委員長を務める保守党のアリシア・カーンズ議員はラカンソ総氏のネイサン・ロウ氏の家族に対する突然の襲撃行動は非常に憤慨させられると述べましたカーンズ氏は香港政府が海外の民主化活動家に懸賞金をかけると発表した後、イギリス政府は中国大使を呼び出して申し立てを行うべきだったとしました 同志と立場を同じくする議員たちは今月初めにも在イギリス香港人を弾圧する香港当局者に制裁を科すよう政府に促しました同日イギリスのアンマリー・トレビリアン外務開発閣外大臣はツイッターで家族を標的に恐怖を広め人を黙らせようとする行為は許しがたいと批判しました またイギリスは常に言論の自由と人権を擁護しており中国共産党を中共がイギリス内の個人を威嚇弾圧しようとする行為を容認しないと強調しました在イ,イギリス中共大使館はトレビリアン大臣の発言に対し断固反対を表明しました 先週香港警察はネイサン・ロー氏を含む8人の海外民主活動家に対し国安法違反の疑いで100万香港ドルの懸賞金と逮捕状を出しました今香港警察は初めて逮捕状発行後活動家の1人の親族に対して事情聴取を行っています香港人時事評論家のフ・ソウ氏はアメリカ政府系メディアラジオフリーアジアに対し香港政府はロー氏の香港の住居を捜索し 彼の家族を連行して供述させたがこれは脅しをかけ萎縮効果を作り出し海外の関係者を黙らせることが目的だと述べました当局が国安法違反者に対しその親族や友人を巻き込み始めていることが分かりこの行為は卑劣だと指摘しました 共産党は彼を倒したい彼の身にあるいわゆる後輪を消滅したいあるいは香港で比較的有名な海外民主化運動家の代表となっている彼を共産党は倒したいそれが共産党がやりたいことの目的だ弾圧されている人たちを支持してほしいまた巻き込みは問題であり誰もが重大な選択をする必要がある 今の香港にとどまることは、土地上にとどまることと何ら変わらないこれはかなり恐ろしく哀れな状況であると思うさらにフ・ソウ氏は当局がロウ氏をまず標的にしたのは彼が香港の民主と自由の降臨を背負っているからでありそれを消滅させたいからだと付け加えました次のニュースです香港の外貨準備高は2年前の5000億ドル近くという高水準から4100億ドル前後まで落ち込んでいます 最近オンショアとオフショアの人民元相場は7ヶ月ぶりの安値をつけ特に香港は最大のオフショア人民元市場です経済の不安定化と各国からの包囲網に直面している中京が通貨スワップ協定を通じて社会を安定させるため香港の外貨準備を利用するのではないかと見方されていますしかしこれは実質的に香港ドルの安定を損なうと予測されています 香港の優先財経放送局の元局長で金融コメンテーターのガン・ホーゴウ氏は10日、ラジオフリーアジアの取材で、香港金融管理局と中国人民銀行は通貨スワップ協定を締結しているため、中国が人民元を安定させたい場合、特定の状況下で香港の外貨準備を使用する可能性があると述べました。 現在人民銀行と香港金融管理局との間で締結されている通貨スワップ協定によると香港ドルのスワップ規模は9400億香港ドルでこれが完全に利用されれば香港の現在の外貨準備高の30%近くを占めることになり米ドルにレートを連動させるペッグ性を維持する1兆8000億香港ドルを差し引くと香港自身の外貨準備高はほとんど残らないことになる 事実上香港の外貨準備高はすでに下げ幅が現れています香港金融管理局が発表したデータによると6月末の外貨準備高は先月比37億ドル減の4173億ドルで3か月連続で減少し6年前の最低水準に戻りました外貨準備高のピークは2021年末の5000億ドルでしたがそれ以降は減少傾向にあります しかしガン・ホーゴー氏は香港の外貨準備高の減少は銀行システムの残高の減少や政府の連連の財政赤字の連続などさまざまな要因によるものだと付け加えました次のニュースです7月11日北大西洋条約機構 NATO は首脳会議で共同声明を発表し中共の野心を5つの段落で非難しました NATO の31カ国の指導者は中共は明確な野心と強圧的な政策で私たちの利益安全保障価値観に挑戦していると指摘しました共同声明では中国に15回言及され2回にわたって中国の政策が NATO の利益安全保障価値観に挑戦していると指摘しています共同声明は NATO 加盟国がサイバー宇宙その他の領域で持続的に中共の脅威にさらされていると指摘し 中共の敵対的な用語や不正確な情報が NATO 加盟国を標的にし加盟国の安全を損なっていると述べています共同声明ではまた中共が重要技術や産業インフラ戦略的資源およびサプライチェーンの制御を試み他国への影響力を強化しようとしていることを批判しましたまた中共が宇宙サイバー海事領域を含めてルールに基づく国際秩序を転覆しようとしていることを非難しました 共同声明では中共の核兵器政策に言及しました中共が民用目的の名目で核兵器に使用するプロトニウムの生産を増やすことに反対しこれが国際的な核拡散防止条約 NPT の目標に損害を与えると指摘しています共同声明ではまた中共がロシアとの戦略的パートナーシップを深化させ国際秩序を破壊しようとする試みをお互いに強めていることを確認し これれが NATO の価値観ととと利益と相入れないい指摘しています NATO は中共に対してロシアのウクライナに対する侵略行為を非難しいかなる方法でもロシアを支援しないよう要求しまたロシアが侵略行為をウクライナと NATO のせいにする誤った主張を強化し支援することを停止することに協力するよう要求しています NATO のストルテンベルグ事務総長は首脳会議後の記者会見で NATO の31カ国が中共の脅威的な行動に共同で対処し続けることに合意したと述べ中国はロシアを非難することに拒否し台湾を脅かしており核兵器の現代化を前例のない速度と規模で推進しており透明性に欠けていると述べました ストルテンベルグ氏は中国は NATO 加盟国の重要なサプライチェーンとインフラの整備を試みている私たちはこれらの挑戦を明確に認識しなければならず経済的利益のために安全保障を犠牲にすべきではない独裁政権が結束を強める中自由で民主的な国々は連帯しなければならないと信じていると強調しました ブルームバーグによると NATO 加盟国はすでに NATO の最大の脅威はロシアではなくヨーロッパから遠く離れた中共であると認識しているといいます NATO はアジア太平洋地域の指導者を NATO の対話に引き入れる努力をしておりまたより中共に近い場所で軍事的存在を示す意思を持っており主に共同演習を通じて行われると報じられています 7月12日、NATO の31カ国とスウェーデンの指導者、そして日本、韓国、ニュージーランド、オーストラリアの4つのアジア太平洋地域のパートナー国家の指導者、さらにミシェル欧州理事会議長とフォンデアライエン委員会委員長が会談し、中共の脅威に対処するために協議しました。最後のニュースです。 大陸の学者であり人々から老奮行中共に洗脳された高齢者と呼ばれる力士が台湾問題について頻繁に発言しており7月10日には彼の動画がインターネット上で広まりました動画の中で李氏は全面戦争に備える必要があると主張し中共の副昇級以上の幹部の各家庭から一人の想定を出すべきで息子がいない場合は女性を出すべきだと称しました

李氏は武力による台湾統一を主張し台湾問題に関して冷酷な発言を繰り返してきました李氏は台湾を攻撃する場合1億4000万人が死んでも全く多くないと宣言しさらに台湾問題さえ解決できないならまだ何の政権を取っているのか政権を交代しろ党を交代しろ王朝を変えろと述べていました 力士氏の最新の発言に対して多くの人々は力の言葉は共産党を窮地に追い込んでいる断固として支持する力がついに人間らしい一言を言った彼の提案は民意に合致していると述べていますまたこの提案は素晴らしい9000万の党員と7000万の強制団員にそれぞれ銃を配布して戦いに行かせ全世界を征服しよう